今から厚生労働委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに石橋道弘君及び田島舞子君が委員を辞任されその補欠として石垣範子君及び森谷隆君が選任されました理事の補欠選任についてお諮りいたします委員の異動に伴い現在理事が1名欠員となっておりますのでその補欠選任を行いたいと存じます 理事の選任につきましては、選例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか、はい、ご異議ないと認めます。それでは、理事に川田隆平君を指名いたします。国政調査および継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。本委員会は、従来どおり社会保障および労働問題等に関する調査を行うこととし、 今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、ご異議ございませんかご異議ないと認め、採用決定いたします。なお、要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか、はい、ご異議ないと認め、採用決定いたします。委員派遣に関する件についてお分かりいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を取り計らいたします。